ニアが来て12週間が経過しました。ついに出張も4週目を迎え、最後の訪問地長野でのミッションが終了しました。そして運が良いことに長野でのミッションもスムーズに進んだので、早めの帰宅ができそうです。その頃、ニアは先週に引き続きお座り、のしつけをトレーニングされていました。今回のご褒美はシルクスイートのさつまいもです。シルクスイートの特徴は絹のようにしっとり滑らかに焼き上がるので、焼き芋に最適な品種のようです。そんな美味しいさつまいも欲しさに、食欲のゴンゲのニアが指示を聞こうと頑張っています。最近ニアの歯が抜け始めていることに気づきました。家に来た当初からベロをしまい忘れることはありましたが、この頃は特にベロが出ていたので、気になり歯を調べたら結構抜けていたのでびっくりしました。そういえば犬の抜けた歯ってどこ行くんですかね。そしたらありました。見事に奥歯と思われる乳歯が2本落ちていました。写真では大きいですが、米粒ぐらいの大きさなので今まで気づくことなく掃除機で吸ってしまっていたのでしょう。そんなことを思いつつ、ニアの歯が順調に生え変わっているのを目の当たりにして一安心です。ようやく上野駅まで戻ってきました。一人寂しく過ごした出張も終わりとなると、達成感と同時に寂しさも感じてしまいます。帰ってきてニアが狂犬病のワクチン接種をしたということを聞きました。その時に体重を測ったようですが 4.8 キロだったとのことです。6週目で4キロだったので、ほぼ体が出来上がり、体重の増加スピードが落ち着きました。そうするとニアの体もこのぐらいで止まる感じになるようです。そしてニアがもうすぐ生後6ヶ月を迎えるので、その時に病気予防を兼ねて乳腺と子宮を摘出する避妊手術を勧められました。病気にかかりにくくなるメリットはあるものの、手術のリスクもあるので、今は避妊手術は行わないことにしました。久しぶりにニアと朝散歩をしました。近所の幹線道路沿いを散歩しているのですが、車に怖がることもなく積極的に歩いていきます。若干前に行き過ぎることがあるので、粗相と合わせて注意していきます。これなら一緒にジョギングもできそうなので、次のステップに進んでみたいと思います。引き続きこんなテンションで動画を作っていきますので、少しでもほっこりしたらチャンネル登録と高評価をお願いします。